Thank you.
さんこんにちは。ピアニストの栗原雅一です。ようこそお越しくださいました。ランチの方はお食事いかがでしたでしょうか。ディナーの方はこれからいいですね。イタリアの美味しい食事をね、お楽しみいただければと思います。ずっと勝沼でやってまいりましたクリスマスコンサート。こちら、今年はこちらで開催ということで、こんなに大勢のお客さんにいらしていただいて、本当にもう嬉しく思っております。外は結構ね、ちょっと寒いですけれども、今日は皆さんとですね、心温まるような楽しい時間を過ごしたいと思っていますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さて、ここキングスウェルは、キングスウェルホールですね、オープン5年ということで、もしかすると今日初めてこちらお越しいただいて、山梨県の方でも初めてという方いらっしゃるかもしれませんね。こちらに設置されているピアノはですね、ベーデンドルファです。私たちがね、大体耳にするピアノのコンサートってほとんど、ヤマハかカワイかスタインウェイかっていうことが、私の個人的な感じだと9割ぐらいはそうじゃないですかね。おそらくなかなかベーゼンドルファーを聴く機会って少ないかなと思うんですけど、山梨はですね、実はこのホールの数から言ったらですね、ベーゼンドルファーが入っているホールが非常に多いんですね。もうこの近くだけでも櫛形とか韮崎とか双葉とかですね、みんなベーゼンドルファーってすごいなと思うんですけれどもね、オーストリアの生まれのヨーロッパの楽器ですのでね、それにちなみまして、オーストリアのモーツァルトの作品からお聴きいただきました。オーストリアでもう一人忘れてはならない作曲家といえばシューベルトですね。次はそのシューベルトの即興曲をお聴きいただきたいと思います。即興曲っていう題名なんですけれども、非常にね、自由な感じの名前がついてますけれども、私が思うにこれはね、ゴンとかだと大丈夫ですか？遠慮なく喋ってるときは思いっきり咳してください。大丈夫です。やっていただいて構いませんのでね。携帯だけ鳴らさないでいただければ大丈夫ですね。大丈夫ですよ。もう存分この際に動き出して。はい。雨も今のうちの雨ですかね。髪をね、ぺちゃぺちゃってのが結構音がしますので、喋ってるうちにぜひやりたいことをやっていただいて、日々、連絡を聞いていただければと思いますけれども。かわいそう、大丈夫ですか。はい、そんなことで、何でしたっけ。シューベルト、即興曲なんですけれども、無言歌、余計難しいですかね。無言歌、つまり、言葉のない歌だと私は思うんですね。シューベルトって歌曲王ってぐらいですから、メロディーを作るもう天才ですよね。そのシューベルトの全ピアノ作品の中でも、もしかしたら最も私は美しいメロディーを持った曲じゃないかなと思います。では、お聴きください。
さあ、シューベルト、モーツァルト、ここまでは皆さんが聞いたことがあるというか、よくご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、次のシャミナート、ご存知の方はかなり2ですね。フランスの女流作曲家で、まあ、世代的には、ドビュッシーと150年くらい前ですね、1857年から1944年、昭和19年まで生きていたという方ですね。割と最近な感じもしますけれどもね。でもまあ150年前ですから、当時はフランスでは大変その女性がですね、音楽の勉強をしたりするのが難しかったみたいですね。まず学校には入れてもらえませんでした。男子だけに、ね、それでしょうがないので、まあ、非常に才能がある子供だったので、じゃあ個人教授で見てもらいましょうと思ったんですけれども、お父さんの方みたいですよね。なんでか分かりません。女の子様っていう感じなのかもしれませんけれども、すごくそんな感じで勉強できなかったんですけれども、その状況を救ったのがですね、ビゼです。あの有名なカルメン、オペラカルメンの作曲者ですね。ビゼがですね、まあ、大変年齢は離れてるんですけども、僕の小さなモーツァルト、女の子なんですけどね僕の小さなモーツァルトなんていう彼女を呼んで大変可愛がったという話が残っていて、ですごく勉強も支援したし、その活動も大変支援したという話もそんなこともあってですね、シャミナードは順調に勉強して成功していくんですね。で、おそらく世界で初めて、経済的に自立をした女性作曲家でありピアニストだったっていう長いんですけど、そういうデータが残ってます。それぐらいちょっと今はね、女性の演奏家っていっぱいいますけど、当時は大変難しかったようですね。そんなシャミナードの作品を2曲お聴きいただきます。まずはピアノの曲で秋という、そしてフルートの森澤さんをお迎えしまして、フルートの曲で推のセレナーデという曲ですね。どちらも大変題名にぴったりな感じの曲なんですけれども、秋、最初にお聴きいただきます秋という曲ですね。まあ、秋、穏やかな感じの秋という雰囲気から、曲が始まるんですけれども、まあ、秋といっても様々な表情があって、木枯らしの吹くような激しい秋もありますね。そんな秋のいろいろな表情を見せてくれる曲です。では2曲続けてお聴きください。Thank you.
はい、改めまして本日のゲストです。フルーティスト森澤幸子さんです。よろしくお願いします。はい、森澤さんはね、私のコンサートでもおなじみですし、今日森澤さんをよくご存知の方もたくさんいらしていると思いますので、まあ、軽くおさらい程度に、甲府出身、甲府生まれの甲府育ち、はい、ずらフルートを始めたきっかけというのも、好きな男の子がフルートを習っていた。先生がかっこよかったから。間違えましたね、はい、あんまり言うとしらけますね。はい、正しくはテレビでたまたま偶然見たというのがきっかけなんですけれども、ピアノの番組を見ようと思って、テレビをつけたら曜日を間違って偶然フルート曜日を間違えた。そうなんです。教育テレビで当時ピアノとともにとかフルートとともにとか、はい、お稽古の様子を放送するという番組だったんですけれども、当時ピアノを一生懸命やっていて、ピアノの番組を見ようと思っていたら、たまたまフルートが出て、その時になんてキラキラして綺麗な、綺麗なあれがやりたいって見た目で選ぶ、森澤さんあれを買ってほしい、はい、ね、そんなことなんですね、人生でね、ついつい見てしまった。そうですね、その日に見ていなかったら多分フルートを始めてなかったと思います。ないですよ ね、はい、ね、不思議なもんですけれども、そんな森澤さんですけど、ドイツに留学されてたという話なんですけれども、フルーティストってが選ぶ国っていろいろあると思うんですけれども、森澤さんがドイツを選んだ理由っていうのは何でしょうか。私が教えていただいた、日本で教えていただいた先生も、ドイツで勉強していた方が多かったっていうこともあるし、なんとなくなんとなく言葉を習ってみても、フランス語よりもドイツ語の方がピンときたというのもあったんですけど、森下さんはそれプライベートでもドイツが非常に好きで、こう時間とお金があればドイツに行ってるっていう話を。そんなことないですけど、でもすごく大好きな国です、ね、すごい好きですね、はいはい、そんな、森下さんの次はドイツの曲です。カルクエラートという人のシンフォニッシェ感想で、これ実はですね、私が大好きでですね、森澤さんをゲストに呼ぶならもう絶対これは入れてっていう私のリクエストなんですけれども、大変綺麗な曲で、これ題名がですね、シンフォニッシェ感想で、言いにくいんですけど、シンフォニッシェっていうのは何語でしょうか。ドイツ語。ドイツ語意味は、まあ、公共的なっていうのは、ね、シンフォニーとか、シンフォニーとかね、形の、そうですよね、まあ、後ろに何かがつけば公共曲とか公共詩とかってなる公共ですね。もともとこれなんかのピアノじゃなくてオーケストラと、ちっちゃいオーケストラとフルートのために書かれたということなので、そういうなんか、豊かなイメージがあったのかもしれませんね。そしてということは、じゃあカンツォーネもドイツ語ですかね。カンツォーネも、まあ、綴り方でドイツ語 の、 綴りなんですけれども、ドイツ語で歌うことはリートというので、そうですね、カンツォーネイタリアの歌のことをじゃあ歌うと。そうですね、はい、そうなんです。ドイツ語なんかカンツォーネはまあ、そんな感じをイメージしたのか、非常にね、朗々と歌うような感じの、カンツォーネという感じの、非常にメロディーが美しい曲です。では、お聴きください。Thank you.
れでは第1部最後の曲になります。今は感想伝というのが出てきましたけれども、今度はイタリアオペラを聴きいただきます。イタリアの作曲家ヴェルディの作曲しましたオペラリゴレットの中のメロディーを使いまして、リストがピアノ独奏用に編曲したリゴレットパラフレーズという曲を聴きください。Thank you.